オンユアマークレコーズプレゼンツ南のグッドミュージックラバー。はい、ということで始まりました。はい、第11回目ということで、はい、おめでとうございます。前回あれですね、のオンエアがですね、ちょっとまあ諸事情でちょっと一週ちょっとオンエアが遅れてしまったってことがありまして、ちょっとその点に関して改めてちょっと申し訳なかったですということだったんですけれども、今回またね素晴らしいゲストの方が来ていただいているので、ちょっと紹介していきたいと思うので、ちょっと自己紹介の方お願いします。ご無沙汰しております。ストライクアゲンのゆうたです。はい、2回目の登場です。はい、そうですね、2回目、はい、登場ということで、それでですね、あと今回実はですね、この番組初めてついに技術なんていうんですかリモート出演いう形が実現しまして、はい、ついにそういう新しいことができるようになりまして、ちょっと出演していただける方自己紹介の方していただきたいと思いますので、ちょっと繋いでいきたいと思います。はい、じゃあお願いします。はい、いいですか。はい、聞こえてますか。大丈夫です。聞こえてます。はい、ザ・ベルガのジェームスです。あ、よろしくお願いします。初めまして。いやこれすいません、初の試みってことでリモートで参加させていただきます。いやこれすごいですね、なんかすごい、いやちょっとなんかすごい、それだけでちょっと今テンションが上がりましたいやなんかすごいと思ってということで、ですね、まあお二人をね今日はまあ、それぞれね、今紹介して自己紹介していただいたと思うんですけど、ストライクアゲインと、ザ・ベルガの、メンバーさんということで、で、まあ、このね名前のバンドの名前を聞いて結構そのメロディックとかを好きな方はちょっとピンときてる方が多々いると思うんですけれども、あとはこのね後ろにちょっと、ポスターがあるんですけれども、はい、メロディックストーンフェスティバルっていうね、このフェスが6月の11日ね、10日です。10日でした。はい、10日で。間違えました。10日でした。一番大事なとこ。まあ、6月10日です。1に見えなくもないですけど。10日に、開催されるということで、今日はね、その話を特にね、すごいたくさんしていきたいなというふうに思っているので、よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。はい、お願いします。はい。ということなんですけれども、まあ前もね、ゆうたくん来てもらったときにちょっとその話もしたんですけれども、まあ、もうね本当に近くなってきたということで、本当にめちゃくちゃ近くなりました、ね、はい、もうそう、このオンエアの時段階ではもうね本当に、うん、2週間ぐらいかな、 2週間弱ぐらいになってると思うんですけれども、ちょっとねその話なしていきたいと思うんですけど、まずじゃあちょっとどちらお話されても大丈夫なんですけど、開催するきっかけっていうのをちょっと、まあ、手短でいいんですけれども、うん、なんか話してもらえればと思うんですけれども、どうしましょうジェームさん行きますか。どうぞ、はい、はい、どうぞどうぞどうぞ。私ですか私行きましょうか。まずですね、はい、まあ、ベルガとストライクアゲンで、うん、去年、うん、半年ぐらい使って、うんうん、スプリットアルバム、あ、スプリットアルバム出したんですけど、うんうんうん、それのまあツアーで、うんうん、メロディックストーナーツアーみたいな感じでこう、うんうんうん、全国北海道から沖縄まで回ったんですけど、でまあそれのまあ延長じゃないですけど、うんうんうん、もう一発そのストライクアゲンとベルガでなんかでかいことしたいねっていうことで、ジェームスがクラブチッターの話を持ってきてくれて、でも即決でじゃあ最後、うんうんうん、もう一花火上げましょうということで、はい、クラブチッター押さえさせていただきまして、はい、開催に至りましたジェームさんはなんか今ちょっとお話が大丈夫ですか。今ので伝わりました。あ、僕は、ね、伝わってなんかもしなんかいろいろ他になんか伝わりました話すことがあればと思って大丈夫ですか皆さん。ゆうたの言った通りです。はい、そうですね、はい、はい、でまあ本当にこれ結構本当にね メンツを見てもらうと分かるんですけど、ものすごい
激アツなメンツだと思うんですよ、本当に。これよく集まったなっていう感じの、あのバンドが集まってると思うんですけど、まあそういうことも含めてこう開催するにあたって、なんかいろいろこう大変だったこととかをいろいろこういろいろあったと思うので、なんかもしそういうの中でいろいろちょっとなんか話があればちょっといろいろ聞いていきたいと思うんですけど、なんかとこういうのこういうこと大変だったよとか、なんかこういうことが、うん、なんかやったことなかったなとか、そういうのあったりとか、うん、いろいろあったりしましたか。まず、はい、まだ大変ですね。まだ大変、まだ大変です。まだ大変、はい、まず、はいはいはい、やっぱ 何が大変ってありますか。まあ、うん、まあなんだろうかな、とにかくですね、はい、あ、はい、あのね、あの見ての通り誰も知らない2バンドが集まってワイワイやってるわけですけど、いやいや、そんなこと、あのとにかくクラブチッタっていうでかいライブハウスでイベントをやるっていうこと自体が僕らにとって大変なことで、もうあの背伸びというかね、手が届かないところにばっかりチャレンジさせてもらって、まあとにかくあの大きいライブハウスに見合うイベントにするためにはどういうかすればいいかってところを一番力使いましたね。そう、なんかインタビューね、して多分読ませてもらったんですね、これ収録前に。なんかそれで結構その出るどういうバンドに出てもらうかって話で結構いろいろなんか大変だったみたいな、決めるのも大変だったっていう話をしたんですけど、やっぱかなりそこはあれでしたか、こういうどうするどうするとか、まあ、候補はめちゃめちゃもう、何人だ、ストライクアゲンとベルガのメンバーそれぞれで、ね、出たいバンドを、まあ、一斉に、まあ、とにかくまず上げてみてから始まってそこからこう、まあ、クラブチッタ、このイベントがこうなんかこうビジョンが見える、バンドにをこうそこからこう選んでってみたいな感じだったんですけど、そうですよね、とにかくキリがなかったですね、呼びたいバンドに関してはね。でもやっぱ時間時間が限られてるから、はいはい、ぎゅっとまとめないといけないし、やっぱイベントのコンセプトとか、うん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 、ね、2バンド集まってやってるわけでこう、うんうん、なんかそのコンセプトを揃えるのもなかなか大変だったっていうか、うん、あ、そこ結構揉めたところでありますね。いやでも、はい、そうですよね、確かに、うん、これはでも本当に、うん、それはなるほど。でもまた一発限りで、ね、終わらすわけにもいかないから、ね、先を見据えてそれを考えなきゃいけないしっていうところ も、 なんかもういろんなことがすげえごちゃごちゃ頭の中にあって、まとまりきらなかったっすね。なんかそれぞれなんかそれぞれなんかあのイベントのなんかこう、あ、バンドのバンドがそれぞれなんかこうそのイベントに向けてのコメントみたいな書いてくれなんかあったじゃないですか、はいはい、あれもよ見たんですけど、なんか結構すごいなんかトータルファットのとことかはなんか直接あの秀君がなんか手紙を持って、はいはいはい、みたいな、それ客書持ってってなんか直でお願いしたとか、うん、なんかいろいろ書いてあって、なんかすごいなんか、うん、なんかそういうのもあったんだなとかいろいろ思ったけど、そうですね、でもうん、なんかどうでした、他になんかそういう、まあもちろんそのバンドを決めるのもいろいろ大変だったっていうのはあるんですけど、うん、他になんかどうでしたか、いろいろ大変なこととかもありましたか、まあ、もう僕はもうこれのことをやるのは全部大変ですね、うんうん、どんなことでも実際動き始めたのがいつでし、うん、いつだったの、動き始めたの去年の7月に決まって、まあね、1年前ぐらい話があったのは去年の4月ぐらいにはもうあったんで、実質動いたのはじゃあ丸々1年ぐらいですかね。あ、そうですよね、でもうん、箱を抑えて最終オファーが決まるまでにやっぱりもう年明けちゃいましたからね、あ、最後の、CU スマイルトータルファットが決まったのがもう1月2月とかの話だったんで、もうそこまではもうずっともうお腹下しっぱなしでしたね、胃が痛くてしょうがなかったですよ。確かにね、決まらないことにはね進めないもんね。そうですね、うん、そうですね、これ多分、まあ、自分もねイベントをちょっとやらせてもらってるんで、まあ、全然規模がね自分は小さい規模でやってるんですけど、でもやっぱこうオファーして決まるまでが本当にやっぱりこう、うん、やっぱ決まる決まらないって大きいじゃないですか、うん、
そこにこう出てもらってこうなんか大なんかなんとなく全体像を考えてたりするのが、はいはいはい、ちょっと変わってくるじゃないですか、出ないってなると。だからなんか結構本当にね、やってる側としては早めに決まってほしいんだけど、うん、意外とバンドもそうも うん、なんかいろんな事情があって決めらんないとかもあるから、なんかその気をもむみたいな時期が、はい、めっちゃあるんだろうなって。決まった時でもめちゃくちゃ気持ちいいですよね。いやでもそうですね、決まったのこの決まった時の一服めちゃめちゃ美味しいんですよ。いや、はい、そうなんですよね。だからそう意外とこうそっそって決まってくれる時もあるし、うん、そういうのもよかったってなるし、あでも どうなんだろうっていうのがあったりとか。でもまあぶっちゃけ誘っても出られなかったバンドもいるんですか。います。そうですね、ですよね、はい、おそらくいっぱいいます。いっぱいですよね。だからそういうの時とか、まあ、いっぱいでもないですけどね、はいはい、ほぼ最初の理想通り決まってますね、はいはい、あ本当ですか。あそれはそうですね、はい、はい、だと嬉しいですね、やっぱり。でもいやでも本当によっぽどの事情がなきゃ多分結構みんな出たいっていう感じに多分なると思うんで。いや本当にありがたいですよ。いや、うん、普通に考えたら誰やねんって感じですよ、ストライクアゲインとベルガなんて、うんね、誰がやっとんみたいなよく出るって言ってくれましたよ。いやでも本当にありがたい、うん、ありがとうございます。いやでもそうですね、やっぱそこはじゃあそのやっぱ決めていく、いろいろ決めていくのが大変、やっぱり大変だったっていうのはあったのかなと思うんですけど、うん、他になんかどうでしたか、やってみてというか、いろいろこう今までこうそういういろんなここの開催に向けていろいろやっていく中で、こういうところはまあなんか逆に今経験になったなとか、うん、なんかそういうふうにやるんだとか、そういうふうになんか、うん、ちょっとなんか勉強になったっていうか、なんかこうあった部分もあったと思うし、逆にまあそれ以外でもなんかあったりしましたか。僕は個人的には大きいステージ、前在籍してたバンドでやらせてもらったことあるんですけど、うん、あとストライクアゲインは川崎チッタ、うん、初めて、うん、でうちのメンバーもそのサイズ感のステージ初めてなんで、うん、僕らがやろうとしていることの重大さをメンバーに伝えるところが大変でしたね。多分まだゆうたくんとかは気づいてないと思うんですよ、このちったでイベントをするっていうことの重大さをそうなんすか、そうなんすか重くは受け止めてるつもりなんですけど、まあ実感できてるかどうかは、うん、なんでもそうですよね、やったことないな、ないければそうですよね。確かとにかくできることやろうって感じですね。大丈夫、そろそろもう1ヶ月切ってますけどでも大丈夫ですか、ゆうたくん大丈夫ですか気持ちの問題、気持ちの話、ええ、整えます整ってない、整ってない、ざわざわしてる、まあ、ざわざわはするよね。あでもあれですよね、でもあそういえばこのイベントの前夜祭と後夜祭っていうのもあるじゃないですか。そうなんですよ、これだけじゃ終わらないですよ。そうだから、はい、いやあれも本当にすごいいいメンツ で個人的には見てて思って、むちゃむちゃすごい本当にいいバンドが集まってるし、やっぱ改めていいバンドって多いよなって、こういうのを見ると改めて思うんですよね。ああいう時にはすごいなって、でもそれがこんだけ集まっているのがまずすごいって思ったし、すごいですね。でも本当だから、うん、やっぱそれこそあれですよね、そういう前夜祭と後夜祭に出てるバンドっていうのは、うん、まあ出てもらいたい気持ちもあったけど、まあまあまあなかなかちょっといろいろできないしっていうので、やっぱその前後でやって盛り上げ、一緒にちょっと盛り上げようっていう感じですか、あれは。なんか前夜祭、後夜祭っていうのは、後夜祭に関しては、その去年ベルガとストライカーゲンで回ったツアーで、まあ、新たに仲良くなったバンドというか、お世話になったバンドとかをもうギュッとこう集約させた、なんか総まとめじゃないですけど、その去年のツアーのそんなラインナップになってますね。いやでも本当にすごいいいメンツだなと思ってみて、バカですよね。いやすごいですね、高野菜だって次の日ですからね、これの。いやてかすごいですよね、これでかなりやっぱ大変じゃないですか。なんかもう多分いろんななんか精神的にも肉体的にもかなり来るじゃないですか、なんかこういう大きなイベントなんで。それでもさらに行くのはすごいですよね。でもまあもうそのもう11が終わったらあれですよね、抜け殻になりそうですよね、ちょっとこうシャーって。
なんかもう なりたいですね。なりたい、逆に、逆にどんな感情が出てくるのか、12日寂しくなっちゃうのかなと思いますけどね。そうですね、うん、やライブ、そうですね、チッタでやってる時どうなってると思いますか。まあ一震えぐらいは足はしそうですけどね。いや一震えじゃ効かないかもしれないですね。いやでも楽しみの方がでも勝ってますけどね。うーん、いやでもそうですよね、うん、いやもちろんね、さっきお話あったけど、なんかいや多分すごい重大なことなんでしょうけど、やっぱですよね、まあ、まあ僕もあくまでも外から見てる身なので、やっぱ楽しんでもらえるんだったらいいんだろうなと思いますよね、うん、やっぱりそうは言ってもって感じですよね。いやでもいやでもこれはでもなんかやっぱこういう風になんかすごくなんだろう、人なんかこうなんですかね、こうコンセプトっていうか、こうなんかそういうのがあるイベントってそうそうないと思うので、なんか、うん、あれですよね、メロディそのインタビューでもエロティックのそういうイベントの最高峰だと思ってますみたいな、うん、いやむっちゃおーってなりました。なんか読んであのコメントにあの言葉にちょっとおーってなりました。すごいなんかありがとうございます。いやーすごいなんか、うん、だからこういうやっぱすごいいいイベントがこうやっぱ受け入れられて、こうなんていうんですかね、うん、こう うまくいってほしいなって思うし、それでなんかそれにこうみんながどんどん続いていくようなものが、そういうのができなんかあったらいいなとはすごい思うんですよね、個人的には。はい、なんそうですね、なんかじゃあそうですね、まあこのフェスの見どころとか、まあまあいろいろね、そういうのもお話もしてると思うんですけど、うん、まあ改めていろいろこういうことに注目してほしいとかいう話をちょっとしていきたいと思うんですけど、うん、なんかどうですか、なんか見どころとか、まあ、注目、まあ、こういうところをとにかく、うん、来る人には見てほしいし、今まだ行くかどうか決めてない人とかいれば、こういうのを見てほしいんで来てくださいっていうところとか、あ、なるほど、そういうのをやっぱこうよりアピールをしていただけるといいなと思うんで、うん、はい、まあ、見どころは、まあ、全部なんですけど、うん、まあまあまあそうですね、うん、そうですね、まあ、せっかく、うんうん、ベルガとストライカーゲンでもう巨大な箱でやるんで、やっぱストライカーゲン、ベルガのクラブチッタのライブをやっぱ見てほしいですね、うん、まあ、でもやっぱそれはまず一番ですよね、自分たちがやっぱりやっていやりやろうって決めたイベントなんで、そうですよね、一番それは多分大事だと思います、はい、うん、ですかね、はい、自分は、うん、ジェムさんどうですか。さっきおっしゃってたように、はい、なかなかこうジャンルにこだわってやってるイベントってちょっと減ったような気がしてるんですよね、最近。っていうのも何もかもが音楽ももちろん、ね、多分に漏れず多様化してきてるんで、うん、すごくいいことだと思うんですけど、うんうん、だからこそあえてのすげえマイノリティな、うん、ジャンルにこだわってやるイベントっていうところをしっかり見てもらいたいのと、うん、あとラインナップ見ての通りなんですけど、うんうん、半分は僕らちょうど30過ぎぐらいなんですよ、ストライカーゲームもベルガも、うんうん、なんですけど20代の若手のイケイケのバンドと、あとはもう説明不要の先輩方のバンドと、うんうん、っていう風に分かりやすくなってて、うんうん、実はステージもそういう風に割らせてもらってるんですね、うんうん、当日。なるほど。だから新旧っていう、俺らがそんなこと言うのもおこがましいぐらいなんですけど、うん、この道を作ってきてくれた先輩方と、これから王になってくれる若手のかっこいいバンドを対比してというか、何ですかね、見てもらえたらなっていうふうに思ってますね。うん、あ、なるほど、うんうん、そうですね。でも本当になんかいろいろ結構見にライブを見るお客さんってもちろんね自由だとは思うんですよ、基本的にどういう目的で行きたいかとか、まあ、基本的には自由だと僕は思ってるので、ですけどでもやっぱりこういう風にねすごくいろんなことを考えてこう意識してこうイベントをやっね、こういうフェスをやろうっていう風にやっぱ思っているので、やっぱそういうのもねできればというか、そういうのもなんか受け止めてこう見てくれるとすごい僕は多分またイベントがよりこう楽しめるというか、すごいいい、よりこう心に残るものになると思うので、まあもしねこれ見に行くよっていう人とか、これから見たいよって
見に行こうかな、どうしようかなと思ってる人はそういうこともね、なんか当日考えながら見てると、なんかそれはいい、それでいいなとは思いますね。はい、個人的にはそうですね。とは他に何かありますか、言っておきたいこととか、そういうなんかイベントに関しての、ちょっとあれですかね、抽象的ですかね。でも来てほしいですね。から本当にいやでも本当そうですよね。それはそれはもう一番ですよね、多分。やっぱ来て、まあとにかくそうですね、もうでもしかしたらなんか例えばいくつかは知ってるけど、知らないバンドもいるって人もいるとは思うんですよ、と思います。でも、もう絶対楽しめる、知らない初めて見るバンドでも絶対楽しめるバンドしか多分いないと思うので、見てて、なのでもうこれは本当に絶対行ってよかったっていうイベントになると思うので、個人的にはもう、なのでいやあれ絶対良かったよねって多分後々に絶対言われるイベントになると、僕はいや今すごい勝手に確信してますけどいや絶対そうですよ、もうと思います。なのでぜひね、そういうもし今日、まあ初めてイベントあるっていうのを知った人ももしかしたらいるかもしれないけど、まあとにかくね、ぜひそういう方も足を運んでもらえたらいいのかなというふうには思います。お願いします。また画面がなんあ大丈夫ですかあ、ジェームさん何かありますか、イベントに向けての。いや本当に自信満々なイベントになってるんで、ぜひ見てもらいたいですね、もうどこの今年多分日本で一番のフェスになると思いますんで、すごい、それぐらいのいいこと言うね。いやすごいすごい、でもいいですね、こういういいですね、そういうふうに、はい、やっぱやってるよね、そういうふうに思ってやるってのは絶対間違いないですよ、もう一発目から見どころしかないですからね、自信持っておすすめします。いや本当にね、ぜひこの日は皆さんね、クラウチッタの方に来ていただいてっていうことになるかなと思います。はいね、はい、美味しい食べ物も用意して待ってます、はい、あ、ちなみに食べ物はどんな感じのものがあるんですかとか言ってちょっと聞いてみたい。ホットドッグ。ホットドッグ、おそうですねなんか、まあ片手で食べれるフードと、あとクレープ屋さんが入ってます。あ、そうです。おお、はい、キッチンカーで、あなんかまだ増える可能性もあります。あ、なんかいいですね、そういうのがあると、そういうのもいいですよね、食べるフェス感ありますよね。なんかフェス感、そうそうか、そうやっぱりなんか食べたり、ちゃんとフェスになってますんで、その辺も。おこれステージはどういう、なんかこう2つあるのはどういう感じなんですか一つのステージを終わって、で、あで右左で、あ、はい、っていう感じなんですね。そうですね。おなるほどなるほど。いやでも本当にそう、さっきねちょっと話したんですけど、タイムテーブルが出て改めてそれも見て、これすごい、なんかすごい並びだなと思って、本当にいやこれ本当にすごいな、こうもう目離せないってやつだみたいな、初めから最後までみたいな、むちゃむちゃ思ったんで本当に、休憩時間ないですからね。いやでも本当ですよね、キッチンカーで食べてる時間ないですね、はい、初めと最後、初めとかしかないですよねホットドッグあげるしかないですね確かに、いや本当、でも本当ですね、そう、もう死ぬ気で遊んでもらいたいですね。いや本当にこれはもうそうですね、ぜひぜひ本当に、ぜひぜひ、みんな当日楽しんでもらえたらなと思うので、ぜひぜひ本当にまだチケットをゲットしてない方は今まだね大丈夫ですよね、ありますよね、まだあります、ね、はい、なのでまだまだありますよ、はい、なのでこれはもうぜひチケットゲットして、当日楽しんでもらえたらいいなと思っています。はい、という感じでね、いろいろちょっとまあフェスの話、中心に今ねさせていただいたんですけど、まあ最後に今後の、2バンドのお話もうちょっとしていきたいなと思うんですけど、はいはい、なんかまあまずはねもちろんこの今 やるこのフェスにもう全力投球ってことだと思うんですけど、まあなんか今後に関してで、あれですよね、それぞれ両方ともバンドさん10周年ですよね。ですそうです、 10周年、そうですね、11年目にも差し掛かったんですけど、2つとも、はい、はい、ですよね、ということでなんか
ありますか、あの今後に一応こういうことも考えてるよとかこういうことやりたいなとかあれば。ストライクアゲインはもうこの後発表というか、はいはい、まあ、10周年っていうこともあって、うんうん、まだちょっとやりたいことがそのバンドとしてあるんで、はいはい、せっかくだからもうこの際 やりまくろうってことで、この後2つ発表残してるので、こうご期待ということで。いつぐらいですか、はい、ちなみに発表はまだちょっとだの日ですかね。おお、そういう、どうしましょうかね。いや、どうしましょうかね。初耳だぞ、初耳。やばい、また俺勝手に言っちゃったかもしれないもしかしたらあるかもしれない、もしかしたらちったの日に発表するかもしれないにしときましょう、ね、じゃあ、はい、じゃあそういうテンションにしよう。でもじゃあいろいろまだ今年はあるぞと、うん、そうですね、ストライク加減あるぞ、もう目を離さないでいただきたいというか、わかりました、うん、じゃあそれはもうね、ぜひあのファンの方楽しみにしていただいてということで、これを期待でお願いします。はい、あ、じゃ あのベルガの方はどうですか。ベルガはですね、はい、チッターの次の日の11日の高野祭以降ちょっと全部予定今入れてないんですよね。というのももうでも今回のチッターに全部力を注ぎたかったのと、まあ、それもあったんですけど、はい、ひょっとしたらちった以降連絡取れなくなってるかもしれません。嘘ですけど、あの、ね、今回のフェスもそうなんですけど、ちょっとやりたいことが本当にいろいろありすぎて、はい、で、まあ、今回終わってからちょっといろいろ一個ずつ片付けていこうかな、まあ、あの、うん、もちろんバンドに関してですよ、音楽に関してやりたいことがいっぱいあるんで、これが終わってからちょっと一個ずつ整理していこうかなと思ってるんですけど、はい、まあ、もちろんメロディックストーナーも、うん、今後も先がありますし、ね、これからどんどん形にしていこうと思ってます。なるほど。そうですね、ひょっとしたらちょっと充電期間に入るかもしれないっていうか、まあ、あの表立って動いてないだけで、あ、あのこそこそ仕込んでます、ね、なるほど。じゃあ楽しむことはどんどんまだ、はい、ね、あ、やっていくぞっていうこともあるので、まあ、期待しててっていう感じですか。そうですね、ライブはちょっとひょっとしたら一時できないかもしれません、はい、あ、なるほど、わかりました、はい、いやでも本当に、うん、いやでもまずは本当にこのねイベント、10日のイベントがまずはね本当に皆さんがすごいね、楽しんでね、もちろん出演者ともちろん来てくれる方とね楽しんでいいイベントになったらいいなと個人的にも思ってますんで、はい、でまあ本当ね それぞれのバンドさんの方もまあ本当に今後にね引き続き注目していただければいいなという感じであると思いますので、はい、という感じで、そうですね、じゃあ、エンディングの方に行きますかね今日は、はい、でまあ本当に、ね、お二人本当に今日はお迎えして、ね、初のリモートということでどうでしたかこういう形で、だったんですけど大丈夫でした、ね、いや僕は全然大丈夫でした、はい、いい感じですか、はい、よかったです、いや、よかったです、いや、なんかすごい、うん、初めてやったのでこういうリモートでなんかすごい新鮮でしたなんかすごい良かったです個人的には。それも、いや、もちろんね来てもらえるのもいいんですけど、こういう形もねちょっと、楽しく使えるものは全部使っていきましょう髪の毛下ろしてるジェームス見れるのレアなんじゃないそんなことないこれラジオでしょ、でも見れねえから、え、映りますよね、あ、これそうなんですよ、そういえば、あ、そうなんですか、はい、だ、大丈夫ですかお化粧しなきゃいけなかったんだすっぴんだかっこいいよ、うん、かっこいいよ、またかっこいいよね、かっこいいっすよ、ね、エンディングですんで、つまらないこと言わないでください、はい、本当に今日はね二人をお迎えして本当にねメロディックストーナーフェスティバルのお話をね中心にさせていただいたんですけど、うん、本当にいろいろなことね聞けたんで、すごい楽しい時間だったの、ね、だったです、個人的には、はい、ありがとうございました、本当に今日はありがとうございました。で、また、番組の方はですね、次回もまた次回以降続いていきますので、また、その辺は、Twitter とかまあいろいろアカウントで、お知らせもしますので、はい、また今後もねいろいろで、アーカイブもね以前の放送の、まあ、そのストライカーゲンが前に出てくれた時の
アーカイブとかそういうのもありますので、ぜひその辺も、見ていただけるとありがたいので、よろしくお願いしますということで、今日はじゃあこの辺で、番組の方終わりたいと思います。今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。